はい、どうも、ちかでーす。はい、というわけで今回は、1月26日登場、先発12名能力チェックやっていきます。はい、というわけでね、1月26日に関しては、ベストラインタイトルホルダー第1弾が登場しています。で、ベストラインタイトルホルダーの動画に関してはね、別でアップしてるんで、もしよければそちらを見てみてください。で、それと一緒に先発の追加がやってきました。で、先発に関してはね、今回5人目の追加というところで、このシリーズ2の先発追加に関しては、今回がラストとなります。で、今回先発追加と一緒に A ランク野手っていうところが追加されてて、この間ミエセスが追加された野手枠に続き2枠目の野手枠となってます。で、今回の先発と一緒にベストラインタイトルホルダーが追加されたというところで、現環境の最大スピリッツは4500に引き上げられました。というわけでね、今回の先発に関しては最大スピリッツマイナス100っていう状況になったんでね、まあ狙う方も少ないかなと思うんですが、まあ中にはね、面白い投手もいたりするんでね、まあその辺も触れながら解説していけたらなと思います。それでは先発12名能力チェックやっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずは阪神西勇輝選手です。というわけで能力の方が9位から75、82、80の称号で制球スタミナ A 同値が狙えます。で、シリーズ1から9位がマイナス1、制球がマイナス1されていますというわけでね、まあ今季若干成績不振だったっていう面が9位と制球がね下がったところに反映されてるんじゃないかなと思います。で、投石性が先発のみで、球種に関してはこんな感じで B 球種以上2つ持ちとなってます。というわけで、まあ球種に関してはそんなに平行点ないかなと思います。まあカーブの球威が C から D に落ちたぐらいかなっていう感じです。で、特殊能力は超コントロール援護キレというわけで、内角が消滅してキレがつきました。で、今回ね、西勇輝選手が5人目の先発追加となったというところで、阪神に関しては村上、佐伯、伊藤、正志、大竹、西勇輝、この5人が先発として追加されました。というわけでね、最後の先発枠っていうのが西勇輝さんが来るのか、それとも青柳さんが来るのかっていうところだったんですが、西勇輝さんが来たことにより青柳さんの登場はこれでなくなったかなと思います。いや、青柳さんに関してはね、カーブついてたんで登場したら面白いかなと思ってたんですがね、まあ登場しなかったというところでね、まあ、青柳さんに関しては2019シリーズ1で通常 S ランク初登場してからね、今年のシリーズ1まで毎回ね通常 S ランク出てたんですが、ここでついに通常 S ランクが一旦途切れる形となりました。続いて1年ぶりの S ランク登場、広島遠藤選手でしたけど、能力の方が9位から75、74、75の称号で全同値が狙えます。で、去年の登場から制球がマイナス3されています。だけどそのおかげで全同値が狙えるようになりました。ただし制球 A が狙えなくなってます。で、投石性が先発メインで突っ込んで中継ぎ可能でしたけど、前回登場は中継ぎ適正 S だったんですが、ここが F に落ちてます。で、球種に関してはこんな感じとなっていて、球種自体の変更点はないんですが、球種の球威がねストレートが B から C に落ちたというところでね、まあ、前回登場してた時は B 球種以上2つ持ちだったんですが、今回は1つとなってます。で、特殊能力が超キレ緩急球持ちというわけで、超大ピンチと奪三振が消滅してキレと緩急がつきました。だけどね、まあ、球種的にはねリアタイ向きの球種ではないにしろ、まあ、大ピンチ外れたっていうのはね、広島純正的にはちょっと痛いんじゃないかなと思います。続いて横浜大貫選手です。だけど能力の方が9位から76、73、73の称号で9位制球同値か制球 A が狙えます。で、シリーズ1からの表参戦で能力変更はありません。で、投石性が先発のみで、球種に関してはこんな感じとなっていますというわけでね、まあ、そんなに変更点はないんですが、 B 球種っていうのがねスライダーからストレートに変わって、まあ、B 球種以上2つ持ちっていうところは特に変更ありません。で、特殊能力は超コントロールキレ安定感というわけで、超大ピンチが消滅して安定感がつきました。だけどね、まあリアタイでもね使ってる方は横浜純正は特にいるかなと思うんですが、超大ピンチ外れてタイピンすら残らなかったっていうのは結構痛いポイントかなと思います。続いて巨人山崎伊織選手です。だけど能力の方が9位から73、77、75の称号で9位制球同値か制球スタミナ同値か制球 A が狙えます。で、シリーズ1から9位がプラス1、制球がプラス1、スタミナがプラス2されています。で、投石性が先発メインで突後で中継ぎ可能でしたけど、シリーズ1だと突4で中継ぎいけたんですが、適性落ちたっていうところで突後が必要になりました。で、球種に関してはこんな感じとなっていて、 B 球種とかに関しては、ね、特にないんですが、この山崎より選手のリアタイ的には面白い球種してて、まずねツーシームフォークと、でさらにカットボールスライダー持ちというところでね、まあランクにしろ体感にしろね強いかなと思いますし、このツーシームっていうところがね QEC ではあるんですが、 B シームぐらいのね変化するっていうところがあるんでね、まあそこも強いポイントの一つとなってます。で、さらに特殊能力も強くて、超コントロールキレタイピンチとね、めちゃくちゃ特殊能力もリアタイ向きというところでね、まあ、この山崎より選手スプリッツ4400とね、現状最大スプリッツからは100低いんですが、まあ獲得したらね面白い投手になるかなと思いますし、巨人純正的にはね必須の投手になってくるんじゃないかなと思います。ちなみに特殊能力に関してはシリーズ1からの変更はありません。続いて2年半ぶりの通常 S ランク登場、ヤクルト石川選手です。だけど石川選手に関しては今年 TS 出てたんですが、通常 S ランクに関しては2年半ぶりの登場となってます。でも一応ね2011年シリーズ2に覚醒でも登場してたんですが、まあ最大スプリッツがねシリーズ1と一緒というところで、まあ実質2021年シリーズ1以来の登場となってます。だけど通常 S ランクは落
久しぶりの登場です。で、能力の方が9位から71、81、71の完全請求型のデフォルトで請求 A となってます。で、前回登場した通常 S ランクからだと9位がマイナスに請求がプラスにされています。で、投石数が先発のみで球種に関してはこんな感じとなってます。というわけで B 球種の数っていうのがね、まあ、昔に比べて減っちゃったかなっていうところはあります。あとシュートがね、高速シュートに変更されています。で、特殊能力が超コントロール緩急打たれ強さというところで、援護と対左打者が消滅して緩急と打たれ強さがつきました。で、まあ、石川選手に関してはさっきも言った通り今年 TS 登場してるっていうところがあるんでね、まあ、実際 TS の方が能力高いんで TS 持ってる方はね、通常当たっても TS 使っていくっていうのがいいんじゃないかなと思います。まあ、ただね、 TS に関してはね、まあ、若干球種が少ない、カツオカーブがカーブだったりフォークがなかったりっていうところがあるんでね、まあ、もしフォークありのね、石川さん使いたい方なんかは継承するのもありかなと思います。続いて中日王の雄大選手です。能力の方が9位から79、81、82の称号でオールエド落ちが狙えます。で、シリーズ1から9位がマイナス1、請求がマイナス1、スタミナがマイナス1されています。だけどね、全体的にマイナス1されたことによりデフォルトでオールエドっていうところを切っちゃいました。まあ、ただしね、称号自体は変更点ないんで、まあ、同じね、日の玉ボールつけてまたね、全動値にしていただければなと思います。で、投石数に関しては先発のみとなっていて、球種に関してはこんな感じで B 球種以上3つ持ちとなってます。で、特殊能力が切れ伸び内角というわけで、特殊能力も特に変更ありません。いやー、というわけでね、途中で手術かなして離脱してたっていうところもあったんでね、シリーズ2通じてスランク登場しないかなと思ってたんですが、登場してきましたと。続いてオリックス田島選手です。能力の方が9位から76、76、76のデフォルトで全動値となってます。で、シリーズ1から請求がプラス1されていましたけど、そのおかげでデフォルト全動値になりました。で、投石数が先発のみで、球種に関してはこんな感じとなっています。で、特殊能力は超対ピンチ切れ球持ちというわけで、尻上がりが球持ちに変更されています。というわけでね、全動値になったっていうのはね、リーグ的に結構ありがたい投手なんじゃないかなと思います。続いてロッテ版初登場、ロッテメルセデス選手でしたけど、能力の方が9から73、74、76の称号で球威スタミナ同値か請求スタミナ同値が狙えます。で、去年登場した巨人版からの能力比較としては球威がマイナス2されています。だけどね、球威が下がったことにより全動値が狙えなくなりました。で、投石数が先発のみで、球種に関してはこんな感じとなっていて、 B 球種以上2つ持ちです。また今年からストレートがマッスラに変わって、ストレートの回転変わっちゃったっていうところがあるんでね、まあ、その影響でツーシームとの投げ分けがね、できなくなってるんで、まあ、そこはね、弱体化となってます。まあ、ただね、 B 球種の数が増えたっていうのはね、結構ありがたいんじゃないかなと思います。で、特殊能力は超コントロール切れ打たれ強さというわけで、対ピンチが消滅して切れがつきました。はい、というわけで対ピンチが剥奪されております。まあ、ただここでメルセデス選手ね、 S ランク追加されたというところでね、まあ、今後の残り4回かなのポジション追加でメルセデス選手の、ね、A ランクっていうのがね、登場してくるっていうのがほぼほぼ確定したんじゃないかなと思うんで、まあ、巨人版のスピ開放もやってる方なんかはね、このロッテ版のメルセデス選手でね、スピ開放した後に突出してあげるっていうのがいいんじゃないかなと思います。続いてソフトバンク有原選手です。能力の方が9位から76、77、78の称号で全動値や請求 A やスタミナ A が狙えます。で、シリーズ1からの能力変更はありません。で、投石数が先発のみで、球種に関してはこんな感じとなっていて、ツーシームスプリット持ちとなってます。で、特殊能力が伸びコントロール切れというわけで、特殊能力特に変更ありません。続いて楽天岸選手です。能力の方が9位から76、82、76の完全請求型のデフォルトで請求 A となってます。で、シリーズ1から9位がマイナス2、スタミナがマイナス1されています。だけどね、シリーズ1だと9位 A とかスタミナ A とかっていうところを狙えたんですが、このシリーズ2では狙えなくなってます。で、投石数が先発のみで、球種に関してはこんな感じで B 球種以上3つ持ちとなってます。で、特殊能力は超コントロール伸び緩急というわけで、伸びが消滅して球持ちがつきました。続いて1年ぶりの S ランク登場、西武隅田選手でしたけど、能力の方が9位から73、67、73のデフォルトで9位スタミナ同値となってます。で、前回登場から請求がプラス4、スタミナがプラス3されています。で、西武純正でリアタイで使っていこうと思ってる方はね、請求 B にするっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。で、投石数が先発メインで、前回あった中継ぎ適性が消滅しています。で、球種に関してはこんな感じとなっていて、スローサークルチェンジがサークルチェンジに変更されています。あと、ドロップカーブがカーブ、カットボールが高速スライダーに変更されています。で、特殊能力が長期で緩急安定感というわけで、超奪三振が消滅して緩急がつきました。最後は通常 S ランク初登場、日本ハム根本選手でしたけど、能力の方が9位から72、63、68の完全9位型となってます。で、去年登場した覚醒から9位がプラス5、請求がプラス2、スタミナがプラス13されています。で、投手適性が先発のみとなっていて、前回あった中継ぎ適性が消滅しています。というわけでね、1年間で中継ぎ適性が S から G まで落ちてます。で、球種に関してはこんな感じとなってます。で、特殊能力が超奪三振切れ球持ちというわけで、伸びて打たれ強さが消滅して切れと球持ちがつきました。
はい、というわけで今回は1月26日に登場となった先発12名能力チェックやっていきました。いかがだったでしょうか。いやー、というわけでね、まぁ、今回追加された中ではね、やっぱり山崎伊織選手っていうところがね、面白い球種持ってて、特殊能力強いっていうところがあるんでね、まぁ、今回追加された先発の中ではね、一番の目玉投手なんじゃないかなと思います。というわけで今回の先発12名で皆さんが欲しいなと思った選手いましたら、ぜひともコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回の動画参考になったなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また X もやっていますので概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。